目の前に現れた大勢のたくましい肉体、晒し姿の男たちが服を求め裸祭りで意地と意地をぶつけ合う。三原市杭町で古くから地域の人に親しまれてきた杭稲荷神社、1000年以上の歴史を誇ります。この場所で行われるのが広島県内で唯一の裸祭り、無病息災と五穀豊穣を願い、陰と陽の2本のお福木を奪い合う姿は壮観です。これがやはりそれを取った人はその一年が非常に恵まれる幸せな年だ。今年は4年ぶりですから、結構皆さん地元の方ね、期待されているというふうじゃないかな。祭り開催まであと1週間、地元杭町に住む人が中心となって境内を中心に会場を設営します。いや、おっさんがダメだ言うて、福木を投げ込むための櫓を組み立てますが、コロナ禍もあって4年ぶり、皆さん思い出しながらの準備です。ここの頭はこれでいいかね、大丈夫、悪戦苦闘の末、なんとか形になりました。一方、神社の麓では来場者をもてなすため提灯の飾り付け真っ最中。馴染みの顔が揃うのも年に数回のお祭りならでは。大変な作業ながらも自然と笑い声が響きます。もっといけば待ちに待ったという感じですかね。もうコロナのおかげでね、何もできなかったので、これで一気にね、鬱憤を晴らすというのかね、これで盛り上がってくれたらいいんですけどね。そして迎えたお祭り当日。さらし姿の男たちがまず向かった先は、川の水を引き込んだ桶。身を清め気持ちを引き締めるために水をかぶります。寒い。行くぞ、行くぞ、これから行くぞ。境内に続々と集まる男たち、この日は総勢160人が参加。吹き矢取りますように。それぞれがさまざまな思いを抱いてここにやってきます。4年前も福男にならしていただいたんで、今年もぜひならしていただきたいなと思いますんで、はい、広島市内に住んでて、この三原市内でこういう面白いイベントがあるっつって参加しない手はないっつって参加しました。こちらの男性は格闘技ジムのオープンに向けた景気づけです。裸一貫でこれまでも戦ってきたんで、まあちょっと裸祭りで負けないかなって感じします。今回ね、チーム内でちょっと大病を患ってる仲間がいまして、元気をつけてもらおうかなという思いも今年はありまして。午後9時、ついに裸祭りのスタートです。もたらす福木は2本、陰と陽の2回に分け投げ込まれます。福木を手にし、待ち受けるスタッフに渡したものだけが福男になることができるんです。裸とはいえ肉体と肉体のぶつかり合い、
時折水をかけることによって摩擦を抑えます。その冷たい水も男たちの気持ちですぐに熱気へ。一瞬の隙をついて一人の男が集団を抜け出すも、すぐに見つかってしまいました。副技の投入からおよそ20分、男の手にはその副技が。副技が本物かどうかすぐさま確認が行われます。間違いないですか？間違いないです。4年ぶりの裸祭り、今回福男となったのは岡山から参加したこちらの男性。ちょっと気合が入ってました。絶対取るぞという気持ちで来ました。いい年なんじゃないですか。副儀に巻かれていた布は引っ張り合う中でちぎれるため、その切れ端をみんなで分け合います。これぞ幸せのお裾分け。今年はいいことがありそうです。すごかったですね。今年も泥だらけになっちゃって、来年はこの辺にちょっと筋肉つけて出たいですね。4年ぶりとなった裸祭り、男たちの熱気とともに伝統は受け継がれていきます。